んにちは、ムーチューブです。今日は先日湯沢屋で購入した刺繍の福袋に入っていたこちらを作っていきます。種類はいろいろあるみたいですね。手はまだ痛いんだけど、前よりは少しマシになりました。いい加減病院行けと言われますが、もう少し粘ります。ちょっと枠が大きいのかな。でもなんかこれが一番家で小さいやつなので、どうにかどうにかこれで収めたい。なんとかこんな感じでやっていきます。はい、準備ができました。中心のところに印をつけました。ではここからやっていきます。それでは準備が整いましたので、中心から刺していきます。かなり久しぶりなので、リハビリ程度にやっていきます。黙々と刺していくだけなので倍速にしてはいますが、なんなら飛ばしても別に構いません。久しぶりのせいもあって、なんかもう感覚が鈍っているし、図案を見ながらやるにしてもとっても遅いし、何よりもなんだかうまくいかない。もっと早かったはずなのに、もたもたしちゃう。この時点で完成が見えている人います。キティちゃんでないことはお分かりかもしれませんが、図案は自分で起こしました。図案だけで40分くらいかかって、今は図案のアプリもありますが、それだとこのサイズが作れなくて自分で起こした次第です。だいぶ輪郭が見えてきました。もうわかったかな。そして同じく福袋に入っていた番号は834番色です。こちらを使います。なんか変だったからやり直し。額に入れるために布を留めています。
ちいかわの出来上がり。これくらいの格子の大きさの生地をもっと大きくすればすごく素敵なものが出来上がるんですけど、もうこれは小さくて簡易的なデザインにするしかなくて、これが限界なのです。私の今の技術では。皆さんもよかったら作ってみてくださいね。最後までご視聴ありがとうございました。